今週末は家のことをたくさんしました。3月は仕事が忙しかったですから、家のことをする時間がありませんでした。掃除も洗濯も1週間に1回はしていました。でも、まだ家の中が散らかっていました。なので、いろいろと片付けました。2時間ぐらい掃除をしましたから、 私の家はとても綺麗になりました。そして、ベッドのシーツや枕カバーや毛布も洗濯しました。もう外が暖かくなってきましたから、冬用のものを片付けました。そして、春用のものを出しました。窓も汚れていましたから拭きました。スプレーがありませんでしたから、スーパーで買ってきました。 少し高かったですが、強力なものを買いました。それで家の全部の窓を拭きました。とてもピカピカになりました。冷蔵庫の中も掃除しました。しばらく掃除していませんでしたから、中が汚れていましたので、全部拭きました。中のものも整理しましたから、今、 とても綺麗ですっきりしています。私は掃除が得意じゃありませんが、嫌いじゃありません。やっぱり家の中が綺麗だと気持ちがいいですからね。これからも時間がある時に掃除をします。ちょっと疲れましたが、とてもいい週末でした。 今週末は家のことをたくさんしました。3月は仕事が忙しかったですから、家のことをする時間がありませんでした。掃除も洗濯も1週間に1回はしていました。でも、まだ家の中が散らかっていました。なので、いろいろと片付けました。2時間ぐらい掃除をしましたから、 私の家はとても綺麗になりました。そして、ベッドのシーツや枕カバーや毛布も洗濯しました。もう外が暖かくなってきましたから、冬用のものを片付けました。そして、春用のものを出しました。窓も汚れていましたから拭きました。スプレーがありませんでしたから、スーパーで買ってきました。 少し高かったですが、強力なものを買いました。それで家の全部の窓を拭きました。とてもピカピカになりました。冷蔵庫の中も掃除しました。しばらく掃除していませんでしたから、中が汚れていましたので、全部拭きました。中のものも整理しましたから、今、 とても綺麗ですっきりしています。私は掃除が得意じゃありませんが、嫌いじゃありません。やっぱり家の中が綺麗だと気持ちがいいですからね。これからも時間がある時に掃除をします。ちょっと疲れましたが、とてもいい週末でした。